丸亀ブルーナイター香川県中部広域協定事業組合49周年記念初日の戦いは本日のラストバトルを迎えます。第12レース予選競争ドリーム戦、1号艇中島康平、2号艇原田秀也、3号艇森永純、4号艇深谷智博、5号艇渡辺浩二、6号艇大海翔吾、以上6選手の対戦です。定番通りの進入スタイル、絶好枠中島康平インコースに進入です。緊急参戦となったのがこの実力者、今シリーズの V 争いがぐっとさらに興味増してまいりました。1号艇中島の陰線、2コースには2号艇原田秀也です。低勝率エンジン、まだまだ納得の域には達しない状況も今日の1走目逃げて勝っています。この2号艇原田、得意水面の丸亀、今回も大暴れか。3コースには3号艇森永純、丸亀連続 V を狙っての参戦。1走目はやや不運な展開も、ここは早くも挽回といきたいところ。ここまでがスロー。角の4コース、4号艇深谷智博は今日の1走目白星、近況は連帯ラッシュとしています。そして5コースには5号艇渡辺浩二、丸亀前回は準優勝、今回はもちろん V を狙っての参戦。そして地元代表6号艇大海翔吾が6コースからどう克服してくるか。第12レース予選競争ドリーム戦、1番2番3番4番5番6番スタートしました。ダッシュ勢がスタート優勢、角4コース4号艇深谷智博、5コースからは5号艇渡辺浩二ですが、スロー勢も伸び返し、1号艇中島康平、まくる3号艇森永、切り込む2号艇4号艇バックストレッチ、先頭争いわずかに。1号艇中島康平も閉鎖機かかった、2号艇原田秀也が内から接近、4号艇深谷智博も内から外に持ち出してくる。2号艇原田は先頭、1号艇中島を捉えるか。12レーススタート正常、2幕コーナー先取りは2号艇原田秀也も内くるっと、1号艇間を割ろうとした4号艇深谷は前が詰まった、内をついて5号艇3号艇も旋回、先頭争いまだまだ分からない状況、わずかに1号艇中島康平判定し覗いているが、閉鎖機をかける5号艇渡辺、3号艇森永、外からは展開見せる2号艇、絞っていった1号艇その懐、5号艇3号艇の内を狙う2号艇原田秀也、この差し届くかどうか。わずかに1号艇中島康平が優勢、一定審査で2号艇原田秀也、3番手外からは5号艇渡辺浩二となっています。目下のところ1番2番5番2周2マークです。絞り込んでいった1号艇中島康平、2号艇原田秀也は鋭く内から握って回った、5号艇渡辺浩二もここで両者を振り切った独走。1号艇中島康平、2号艇原田秀也2番手、5号艇渡辺浩二3番手、125となって最終周回に入っています。大激戦となりましたこのドリーム戦、先頭に立っているのは1号艇中島康平、2番手からしかし諦めず攻め立てる2号艇原田、5号艇渡辺浩二も3番手から追い上げ、2号艇原田を捉えるか。上位体系1番2番5番、先頭は大きくリードを取った1号艇中島康平、そして2番手追いついた5号艇渡辺浩二、2号艇原田と並走ラストコーナーに入ります。絞る2号艇原田、内内くるっと5号艇渡辺浩二、深谷が内から4号艇も飛び込んでくるが、2番手争い5号艇2号艇接戦どうか。先頭1番中島ゴールイン、2着争いどうか。5番2番2番5番接戦、4番深谷ゴールイン、3番6番ゴールインです。